本日は令和2年12月24日ですけども、いや、リップルが30円切ってちょっと前の数字に戻りましたね。25円とか26円みたいなところをうろうろした数字に戻っちゃいました。いや、すごいですね。これに対して、ビットバンクさんから声明が出てますんで読まさせていただきます。画面を切り替えていきましょう。ご存知の方もいると思いますけども、 XRP に関する報道及び当社対応についてです。SEC、米証券取引委員会が23日付で XRP の運営会社であるリップル社及び同社幹部を提訴したと発表しました。また米 SEC の発表に関連する報道がなされています。これに伴い当社は下記の通りお知らせいたします。サービスの継続について、当社は現時点において XRP の取扱い停止を予定しておりません。各種お取引入出金について継続してご利用いただけます。報道について、米 SEC の発表によれば、日本を含む仮想通貨交換業に対して、交換業者に対して、流通市場で仕入れるよりも、1から3割安く仕入れることができる提案を行ったとされています。しかし、当社がリップル社よりこのような提案を受けた事実はございません。ということですね。だから、この1割から3割安く仕入れるよっていうふうな提訴そのものが間違いである可能性もあるということですよね。もしくは限定的であるって可能性が。はい。XRP の価格急変に関する注意喚起ですけども、米 SEC の発表及び各種報道を受け、23日付で XRP の価格は、始まりには 46.25 円から終わりには 26.3 円と大幅に下落しています。43% ダウンです。今後も大幅な価格変動が見込まれますので、お取引の際は各種発表、報道を確認の上、ご判断いただきますようよろしくお願いします。なお、本件につきまして状況に変化がある場合は改めてお知らせいたしますということでございます。ここから私がどう考えるかですけども、まあ甘いかもしれませんけども、この提訴及び報道に関する大部分は誤報であってですね、何かの間違いであって提訴は取り下げられる、もしくはこの提訴が最終的に深刻な事態にならないと、その瞬間 XRP は信頼を取り戻し多くの買い注文が入ると思います。これが私の XRP に関して考えているストーリーです。まあ、ですのでね、他の考えがある人は他の考えのままに行動すればいいと思うんですよ。私は今がそこらで買い時だと思うんで、ちょっと大きめの金額を購入するところでございます、ね、今までずっと25円前後でも買いませんでしたけども、今回は買いますよ。なぜなら高値をつけた後の安値だからなんですよ。この安値はしかももしかしたら誤報によるもので急落している可能性があるんですよね。いわゆる投げ売りです。無理もないですよ、投げ売りするのは。 XRP がなくなる、そういうふうな捉え方ができますからね。で、 XRP は保有率多いですから、保有者の方が。で、今この価格が下がったということは多くの方が手放したということなんですよ。で、私はね、そこで買い注文を入れ続けました。で、今日もう一回大きな買い注文を入れて勝負に入れようと思います。全部なくなっても構わないんですよ、 XRP。私が肝入りで、見込んできた暗号通貨ですからね。ゼロになることはすでに確保してます。で、XRP を保有しているこの数年で、全部なくなっても補填できるくらいの、資産状況にはなってますんで、XRP が仮にね、全部飛んでも、私は生活が揺らぐこともないし、今までのビジネスなり投資活動が何か変わることはありません。XRP がね、増えれば増えたで越したことはないんですけども、なくなったところでね、そのリスクをしっかりと受け入れることができますんで、最大限まで買っていこうかと思います。それだけですね。私は XRP についてそう思ってるってことなんですよ。ただ真似はしないでくださいね。投資は各自の判断でやってください。特に今回は私の見通しが悪いだけで、このまま XRP 終わる可能性もありますからね。ということでございます。ありがとうございました。